はい、おはようございます。だいぶ寒いな。さっき枕27度になってたけど、暑くて寝れなかった。よいよ、はいよ。よいよ、元気かい、あんたたちは。元気、元気らしい、らしい、元気ですか。かわいいね、お前。もう来ない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 。はい、それでは火起こしの方していきたいと思います。時間がまだまだ全然あるから、手間のかかるのをしたいと思います。もう正月近いから雑煮とおせちを作りたいと思います。作れんのかな、めっちゃ時間かかると思うけど。材料はね、日頃見ないのばっかり買ってきたから。くわいなんて見ないでしょ、レンコン。あとね、赤芽芋が売ってた、珍しい。なので、順番に煮ていって、でエビがあるからエビと、それで雑煮とおせちを作っていきたいと思います。1人前で作るのは難しい。めっちゃめちゃむずい。よし、次。これが珍しい、めったに手に入らへんもんね、赤目芋。まさか売ってたとはね。さすが正月やな。赤目を炊くとめちゃめちゃうまいんだよね。あとはお餅とエビ。はい、それではできたので、お雑煮をいただきたいと思います。できた、美味しそう。いただきます。
ぞこれ。お雑煮。風で熱エネルギーが全部逃げていってる感じなんですけど、煮しめは時間かかる。だいぶ煮しまってきましたね。ガチガチ。お、そろそろできたっぽいっすよ。煮しめが、あ、煮しまったかな。この後続いてエビやらなかったね。はい、できました。煮しめ、お重の中に入るやつ。うん、なかなかで、色もついたし、エビもできたし、本当やったら20、いつもは26、7品作るんですけどね、外でこれだけできたらいいでしょう。時間かかった。はい、煮しめ完成。メスティンからあんまり面白くないけど、蓋オープン、はい、できました。よいしょ。で、フードいただきます。うまいぞ、これはうまいぞ。あっち、あ、おいしい。ご飯はどんな感じ。あご、あご、うん、おいしい、おいしい、炊き上がっとる。赤麺うまっ。栗食ってるみたい。
くわい、この時期しか食べへんもんね、くわいなんて。これは栗やな、ね、うまっ。芽が出ますように。本当はレンコンも赤芽も角落とすんだけどね、角が立たないように。さすがにごぼうまでは持ってこんかったわ。でスレンコン、スゴンボでしょ、ごまめに赤豆、黒豆、いつも全部作るんやからな。レンコン食べる、柔らけ、うまっ。これは食が進むわ、最高。美味しいね。まあ、日本の正月はこうじゃないとね。27日やけど。ではゆっくり食べたいと思います。はい、幕内にこもりました。お外は寒いわ。お、みんな寝てるよ。お、ここ見える、よいしょ。さあスプーンの続きしよう。一番時間が潰れていいよ、あれが最高や。もう薪ストーブあったかいよ。はい、それではね、最終日2日目の夜ご飯作っていきたいと思います。お肉9インチスキレット、お肉とお野菜をバターで炒めて食べたいと思います。あとパン、
よよ。おはようございます。寒っ。なえるなこの寒さは。さすがに。さあ、そしたら最終日、日焼けとりあえずつけて、なんか食べたいと思います。ベーコンとかなんかいっぱい残ってるから、その辺で。寒っ。昨日の夜ちょっと降ってたけど、あ、雪降ってきた。見えるかな、黒いとこやったら見えるのかな。初雪や、雪降ってんぞ。寒っ。おお、雪降ってきた。雪、初雪、初雪、雪が、雪、雪。おお、結構降ってくんな雪。黒かったら見えるやろ。見えへんのかな、後で見てみよう。
美しくなりました。はい、以上、おしまい。あ、疲れた、疲れたぞ。さあ、今年は19回目、26泊のキャンプでした。いや、来年もまたワンズとともにキャンプしたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。では今年1年ありがとうございました。良いお年をお迎えください。じゃあねー。